ななうでですすくだらないものの工房はい、ということでね、<い>先週出したセブンイレブンの人手不足っていう回がね、ちょっとこういい感じに伸びておりまして。今、週6時でどんくらいですか 一万七千再生ぐらいかな。<ー>まあ、通常の七倍ぐらいのペースで。いつもうちら二千三千ぐらいですもんね。そうです。そうですね。つってそうですね。<laughs> そうだね。あの、大体それぐらいなんだけれど、<laughs> なんだろうやっぱりね、その氷河期世代の方のコメントが非常に来てて、うんうんうん 番組ももう氷河期世代なうにしちゃえばーって来てたんだけれど。<laughs> 言いづらいね。言いづらいのよ。<laughs> この最初の怒鳴りの時に長くてね、ダメなのよ。うんうん、そういうね、ただテーマはね、今後もいっぱい、うん、まあ今までも喋ってきたんですけど、まあ放り込んでいこうかなと思ってるんですが、まあ早速ですよ。おいおい今回はね、 平均月収51万円。良い時代に生まれたよと。バブル世代の高笑いに氷河期世代はイラッと。<laughs> まあ、イラッとしますわ。これはもう前回のそのコンビニオーナーに対してイラッとしてたんが、今度はもう、このバブル世代に対してね、10年先輩のバブル世代に対してイラッと。<laughs> <laughs> うんうん、いうことで、まずね、このまあ、世代のね、区切りっていうことで、まあ簡単に言うとまあ、今のいわゆるデジタルネイティブ世代が Z 世代ね。うんうん、で、えー、このまあ、様々な世代の中でもまあ、悲劇とも称されるのが氷河期世代ですと。我々の時代ですね。で、これが一般的に1993年から2005年に学校を卒業して、えー、就職活動に挑んだ年代のことを指しますということで、 これなんとね、リクルート社が作った造語なんだって。あいつらがこれを生んだのにね。<laughs> あいつらがフリーターを大量に作り出した元凶なのにっていうね。<laughs> 本当ですよ。な、何うまいこと言ってんだよっていう感じですよね。マッチポンプだよね。自分で作り出しといてこの現象は氷河期だっつってる。<laughs> <laughs> ちょっと恥じろお前らって思う感じですよね。で、しかもこれが1994年に流行語大賞で、うん、その造語大賞ってで選ばれたんだって。だって流行語大賞もだ、あの辺がやってるじゃないねえ、リクルートじゃないけどな、似たようなあれだよね。<laughs> 似たうそこら辺でぐるぐる回してるだけですって、こんな言葉遊び。資格を取る、なんかあれの、このユキャンある。<laughs> <よ> <laughs> 全部同じ穴の無事なじゃねえかよっていう。あいつらが全部悪いってことでいいんじゃないですか、今回は。ということで今日の話は終わりっていうわけにはね、い,はね <laughs> いかないんであれなんですけど、これ,うん、これね、ちょっと個人的な思い出をね、ちょっと言わせていただくと、うん、私このね、1994年にね、大学を中退してまして、<laughs> まさに、氷河期世代の一番最前線を見てきたなっていう。で、えっ、ー、と、まあ、同級生の川瓶くんなんか、その時就職だったんだけれど、うん、その前の年、 うちの求人倍率よりすごく下がって、去年まではうちの学校の枠から行けるこのつてがあったんだけど、なんか今年からそれなくなっちゃったんだよねって言ってて、マジかと思って、う,うわ、今年は外れの年だわと思ってたんだけれど、それがどうやら。今年はじゃなかったですね。そう、<laughs> 一過性の就職難じゃなくて、そこから30年続く就職難だ,だったと。はあはあははあ、ちなみに94年、今、ぱっとね、ググってみたんですけど。うん。 えー、G ガンダムやってますね。<laughs> やってた。<laughs> <laughs> やってた、やってた。V ガンが終わってすぐぐらいか、G ガン。そうっすね。見てたもん。あの、V で離れてた子供たちをこう <laughs>、取り戻そうと GF を始めた感じですから。<laughs> 今はね、あの、ちょうど水星の魔女が終わりましたけれど、そうそう大炎弾でね。え、ブジハッピーエンドでしたね。なんかガンダムらしくない。<laughs> あれこそがまさにあれじゃない ?Z 世代のガンダムっていうね。ああ<ー>、感じだったけれど,ど、ねうん。まあこのね、ちょっと就職氷河期の話に戻すと、まあこの、おいおいバブル崩壊の煽り を受け求人倍率が1を下回ることも珍しくなかったということで、うん、これね、ちょっとデータがあるんですけれど、えー、2000年、ちょうど2000年が0.99倍ですって。 大学の求人倍率がと。それは、どういう、どういうこと ?100 人の募集に対して、99社の、あれしかないってことでしょ。ああ、だから、まあ一人あぶれるわけだ。これがだから、バブルの世代とか、まあうちの兄貴なんか、ギリバブルだったんだけれど、うん。旅行連れてきますんで、うちに来てくれっていうのが。あれだ。面接行くとお金もらえる世代だ。交通費とか出てたし、プレゼントもらってきたりみたいなのが。考えられませんな。ちょうどだから、平成入る前か昭和の終わりぐらいはそんな状態だったよね。うん,うん。 なんでそこまでここ10年で変わったんですかねバブル崩壊。まあ何がトリガーになったかっていうのはちょっとまあ株だったりそのなんか土地のんだったっけかなんとか規制みたいなんだったと思ったけれど、いわゆるバブルがはじけたんだね。その土地のあれがはじけたんだね。で、一気にそこから株価もまあ今でこそね日本の株価3万3000台とか復活してえらいすげえってなってるけど、そのバブルの直前は、うん 3万8000ぐらいが確か日経の最高潮なんだよね。うんうん、ちょうど NTT とかがその株式上場してとんでもなく値上がりしたような頃だったんだけれど、うん、それが弾けて本当にもう1万円台ぐらいそれがだから低迷がここ20年ぐらいずっと続いてたわけだよね。だその震災311の頃なんかまだ日経で言うと1万ちょいぐらいだっただろうから、 そっから比べるとね、まあこの10年でだいぶ株だけ上がっててなんか景気が良くなってるかもしれないっていうね。<laughs> 景気は良くなってないですね。ただでも求人に関してはだいぶあの改善したんじゃないかなあ、まあその昔ほどではなくなった感じはしますね。うそのうちらが一番きつかったリーマンショックあたりって本当に仕事なかったじゃないですか。2008年ぐらいだね、9年とか。タイミング悪いっちゃ悪いよね。<laughs> あの、俺もあの時でやっぱ首切られて、まあ派遣が終わっちゃって、 Des hommes. から一年ぐらい仕事なかったですからねあの前ぐらいがね、ちょうど逆にあの、IT バブルっていうのかなうん、うん、俺だから、その東京で働いてる会社に2006年入社できたんだけれど、うん、その時はちょっと浮かれてたもんね、周りも。<laughs> 金が余ってて。こっからはこれ、これだと IT で行くこと。<laughs> そ,うそうそう。で、まあ俺ほら、ポッドキャストのさ仕事だったからさ、うんうん、これからはこれでガンガンやりてえことできるぜと思ったら、リーマンの煽りは、リーマンと震災の煽りだ たね。<laughs> <laughs> ほんとねあれでほんと狂いましたからね2009年に、えー、とリーマンでその2年後にだから震災だからな結構短期間にどでかいのがねどんどん来たから、うん、あれで狂わされた人ってめちゃくちゃ多いんじゃねえかなとは思うんだけどまあ俺がもろに狂わされましたからねそうだね拓く君の世代なんかまさにそうだよねうん,うんでまあこのね氷河期世代からするとバブル世代ラッキーでいいよなっていう風にねまあここに。うん 書いてあるんですけれど、うんえー、氷河期世代はバブル世代の給与一度も超えられていないっていうことでうん、うん、結局その。 ずーっとその背中を追っかけてる状態なんだね。自分がバブル世代の年齢、例えば50とかに追いついてももう、バブル世代が50代だった頃の給料もらえてないっていう。うん、そうなんですよ。絶対無理ですからね。これはちょっとね、次回の話すテーマでもあるんだけれど、うん、氷河期世代って、一番この20年で給料が下がってるんだって。ははは。 本当に同じ50代でもバブルの方が迎えた50代と、うちらの表記世代が迎える50代じゃ、全然。違うんだ。100万ぐらいひょっとしたら違うんかもしんないね。もう急にやる気がどんどん。まあ俺ら関心人じゃないんであんま関係ないですけど、やる気がなくなりますな。これちょっと、ここにね、あの、年代別にその給与のあれが書いてあるんですけれど、 うん、まずね、2000年ね、えー、これ氷河期世代が23歳で、バブル世代が33歳っていうことで、うんえー、これね、20代前半の、えー、年収が323万と。 まあまあまあ、まあそんなもんかなって感じだよね。そうですね。俺、俺そんなに言ってなかった気がするな前半で300だといい方だなうん、だいぶいい方だと思いますだうちが行ってた会社、一番最初に就職したのが多分、そのぐらいですけど。うんうん,うんうん。手取りが12、3万でしたかなね。で、えー、このね、2000年で30代前半のこのバブル世代の33歳の方なんかは、577万。はぁ<う>。もう一気にここで200万以上。まあね、10歳年が離れてるとはいえ。 で、問題なのは、その10年後ね、2010年、氷河期世代の方が33歳になった時に、じゃあ年収いくらになったかっていうと、513万ってことで、 バブル世代の、10年前のバブル世代の方が33歳の時より、えー、60万年収が低いんだね、もう。<laughs> もう俺ちょっとおそんな距離はいけんじゃねえと思ったけど、そんなに差があるんですね。ま、金額自体は確かに30代前半で500万もらえてりゃいいなとは思うけれど。うん。じわじわ減ってんのが嫌ですよね。で、ちなみに40代前半のこの2010年代のバブル世代43歳は741万。 はあ、なんか全然手の届かないところに行った感じがする。で、これ現在ね、2020年、えー、氷河記載が43歳になって、687万。お、さっき700何万って聞いたぞ。そうそうそう、そっからだからまあ、80万以上か。でもまあ、これね、40代前半で687万もらってたらもう全然今だったらね、うん、全然いいじゃんっていう話なんだけれど、これバブル世代50代の方は、 869万ってことでもうね、1000万に手が届きそうな。はあ、そうですね。すごいね、これね、やめないで、バブル世代の人ずっといたらこんなにもらえてたんだっていうのはすごいことだ、ね。偽るだけでそんだけもらえるのいいな。リーマンも震災も耐えて、ずっと定年までいられたら、まあ、年収800万はいってたんだろうと。はあ。逆にでもな、 まあ、やめたり首切られたりしたバブル世代の人もいっぱいいただろうから。まあまあ、一概にね、その世代全員が悪いわけじゃないですけど。そうそうただまあ、そのスタートがね、ラッキーだったっていう、それを生かせた人はすげえいい人生というか、いい給料がもらえたんだろうなっていう。恨みつらみになっちゃうけど、やっぱり、衝撃世代はそのスタートダッシュがめちゃくちゃ悪かったっていうのが腹立つんだよね。よよ苦労からスタートですからね。そう。これはだから、前回のコンビニの話にも通じるんだけれど、うん、能力がある人がいきなり、 コンビニのアルバイトからスタートさせられてたとか、それがやっぱりこう、損したなって気分になっちゃうんだよね。それなんですよね。うちも専門出て、まあ一個目の会社はもう、なんか社長があれだったので、速攻で辞めて、<ー> <laughs> ちょっと話したね。あの怪しいあれに入って,って、ね、怪しい宗教みたいなやつに連れていかれたので。<laughs> で、その次の会社は、あのそこがあのパソコンの先生だったんですけど、ああ、はい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 。俺、最初入った時二24ぐらいかな。で 最初入る時は2ヶ月間アルバイトだからねっていうところからスタートでしたもんね。ああ、見習い的な感じでね。うんで。そっからは早かったですけど、あの、契約社員になって正社員になってみたいな。ああ、だからそう。うちらの頃って契約からスタートっていうのが多かったね。そう,そう。だから会社、雇う側もかなりビビってるんですよね。いきなり正社員雇うと。首切れないから。 そうそうそう。うん、変なやつ雇ったらね、すぐ辞めさせるわけにいかないからね。うんうん、俺も楽器屋で働いたことあるけど、やっぱ3ヶ月間はあの、契約社員っていう形だったね。結局 <laughs>、契約社員中にも持たなくて辞め知ったけれど。<laughs> まあまあ、そういうパターンもあるからね。当然やっぱり、ね、うん、いきなり正社員っていうのは会社の方もリスクが高いっていうのはね、わかるんだけれど。それがね、昔は、 それでも全然余裕な分があったから、どんどん正社員雇ってましたからね。誰でもいいから取ってたんだからね。うん。で、結局、その簡単に辞めさせられない人がずっといいお金をもらってっていう。うんうんうん のが、ま、ず、しばらく続いてたんだね。これがだからさ、ちょっと前に、まあ、話題になってけど、その45歳定年説みたいなさ、早期退職をこのパナソニックとか、そのね、有名なところが言い出してきてるっていう、退職金上乗せするんで早くやめてくださいねっていう。<laughs> ようやくこのね、今の会社もそこにメスを入れ始めたのかなっていうね。うねもう面倒見きれませんのでってことですからね。まあ優秀なバブル世代の人は当然そこでまだ残れるんだろうけれど、うんうん、ただ居座ってるだけのバブル世代はもう、 50ぐらいで、うんうん、ちょっと退職金上乗せしたところでもうやめていただいてっていうふうに話は進んだんだろうね、うん。うちらの世代が例えばだけど、まあ、ここから60とかになるじゃないですか、うん、退職金っていう概念、あんですかねその頃結局、そうなってくると、まあ、厚生年金とかもやべえとかって言われてた人、やっぱりそのイデコとか、うんうん、来年の新ニーサとか、結局。 うんそこの情報格差がすげえ生まれるのかなっていう。うん,うん。今までほら、会社入ってればさ、全部やってくれてたじゃない。それこそなんかね、今、えー、そのサラリーマンのさ、工場の見直ししようみたいなことが出てきてるけれど、うん、そんなのじゃあ、サラリーマンが自分で計算とかなんかするわけないじゃん、まあ。まあね、全部ずっとあっちで会社にやってもらってますからね。そこもだから含めて本当にね、あの、老後とか全然予測できないね。<laughs> <laughs> 本当に死ぬ直前まで働いてないと無理な気はしてきた <laughs>。本当ね。一応この間、うち実家帰った時、親はもう年金暮らしって言ってたんで、あれですけど、本当うちらの世代は年金もね、どうなるかわからんし、 うん一生生活、あの、仕事して生活なんじゃねえのとも思っちゃうし。そういう、まあ、厳しい世代と、まあ、今回ね、そういうちょっとバブル世代、羨ましいな、こんなことね、多分出すと、すげえコメントでバブル世代の人から、いや、そんな、いい思いも知ってないぞっていう人も当然ね、<laughs> うん、いるだろうし。ね、出てくるとは思いますけど。その世代でくくって、そんな、氷河期世代被害者ぶってんじゃねえっていうコメントもたくさん来るとは思うけれど。うんうん、まあ、そのね、 反論っていうのかな、まあ、そういう人が多かったっていう。で、まあ、しかもこのキーワードが生まれたのが、そのまさに94年のね、氷河期世代、バブルが崩壊した時だったっていうのをね。うんうん。なんというかね、その世代だけで語っちゃうと、まあ、主語がでかくなりすぎちゃうわけですけど。ただ、うちら世代は、 そのバブル世代のことをそう思ってる人が多いぞっていう感じすね。そう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 。その割合で言ったらそういうふうに見てるっていう。う,ん,、うん、うん。なんだったら本当にあと5年早く生まれりゃよかったなって思ってる同世代、同級生めちゃくちゃいるからね。うんう,んうん。目の前でね、いい思いをしてる人を見てきたっていうのがあるからさ。ねどうしても羨ましくはなって。まあ、羨ましいんですよ、簡単に言っちゃうと。<laughs> あのさ、ヒロセの映画でバブルにゴーだっけなんかあの、洗濯機の中入ってタイムマシンでってのあったじゃない知らないか。なんかそんな、俺見てないけど名前は知っても、ね、それがなんかまさにその、バブルにタイムスリップして、そういうお立ち台とか、みたいなんでっていうのは、うん、あのだからさ、世界観っていうのかな、結局、うんうん、バブル世代に生まれ変わって、今の2023年を生きたいんじゃなくて、もう単純に80年代をバブルの頃でやり直したいんだよね。謳歌したいわけですよ、あの世代を。 20代ぐらいだったらめちゃくちゃ楽しいだろうなっていう。うん、お金とか、まあ、その、なんつうのかな、生活感もそうですしそ。そう。就職の時にさ、会社の方から接待されてみてはわっていうね。ね。ないもんな。だからうちらの時なんて、その会社のなんたらパーティーみたいなやつ有料でしたからね。<laughs> なるほどね。で、その正社員は無料で、派遣社員有料みたいなやつとかもあったりとか。あー、嫌な感じだね。うん で、ここから先はちょっと正社員しか入れないんでって言ってパーティー会場仕切られてましたからね。昔はね、社員食堂とかもね、ちょっとその派遣さんとか別でみたいなのもあったって聞くもんね。正社員しか食えねえみたいな。そう,そうそうそう。ありましたね、その食堂が別みたいなやつ。そう,そうそうそう。いや、なんかほんと嫌な時代だったな、そう思うと。まあ、今はいくらかね、改善されてるんかもしんないけれど。うん。うーん っていう感じで、まあね、うちらの世代はそういう風に、まあ、バブル、羨ましいなっていう風に見てたっていうことで、うん、そうだな、確かにまあ、世代間でね、雑にくくると、ちょっと、まあ、いろんな問題が出てくるんで、一とには言えないですけれど、うん、ですけれども、その愚痴の一つも言わせてくれよとは言いたくはなるわな、<laughs> 氷河期世代は。愚痴だと思って、その広い心で聞いていただけると、我々の流因が下がりますから。そして、その私の動画の再生数が伸びると、うん、僕と匠くんが割とホクホクできるんで。多少お金が入ってくるかもしれませんで<多少> <laughs> そこで取り替え せるんでねそのの氷河期世代のこの <laughs> 急に下手に出てきた。<laughs> 稼げなかった分はそこで稼ごうと思うんでね。<laughs> そうねで。我々はそこでエンターテイメントを提供するんで、その対価をね、払っていただけると幸いですと。うちらはそのエンタメで喋ってるんでね、そういう感じで聞いていただければという感じで今回ね、この平均月収51万良い時代に生まれたよと、バブル世代の高笑いに表記世代はイラッとしてるよというね、お話でございました。 はい。はい、最後なんか急に守りに入りました。<laughs> <laughs> くだらないもの工房の匠です。卓上セーブポイントやボードゲームなどいろいろ取り揃えております、くだらないもの工房のネットショップございますので、くだらないもの工房で検索してください。よろしければ、チャンネル登録お願いします。